古川陽介19歳、僕の夢は世界で活躍するドリブラー。最初ら辺は試合に絡めなくて、自分の中でもすごく苦しかったし、いろんなことを考えましたし、最初の方は本当にサイドで張ってボール受けてっていう、その自分の一番長所を出すことだけしか考えてなかったんですけど、それが出せればベストなんですけど、相手に分かられてきた時にそれ以外のプレーも出していかないとなっていうのが思ったことなんで、ボールを受ける前の動きとか、受けてからのプレーだったりっていう、そういう幅が今思うと足りなかったのかなと思います。最初はそうですね、抵抗もありましたし、そういう自分のあまり得意ではないっていうか、あまりやったことないプレーっていうのは、最初はすごく戸惑いがありますし、なんでやねんっていう、受け入れにくい時もありましたし、そういう難しい時期も、そういう先輩とか、同期も含めてチームメイトだったり、ベテランのそういうハチさんだったり、カノ君もそうですし、そういうチームメイトの近くにいた人の声かけで、すごく助かりました。ジムに毎日行って、そしたら毎日ハチさんが来て一緒にトレーニングしたり、そういうのが毎日少しの積み重ねなんですけど、それが心が折れずに最後まで頑張れた、今シーズンそうやって試合に絡めるようになれたのも、その人たちのおかげでもあると思います。試合に出るとすごく周りが見えるっていうか、俯瞰できるように少しなったのかなと思いますし、自分の考えがよりクリアになって整理されている状況なのかなと今は思います。でドリブルとパスの使い分けっていうのは、これからすごく大事になると思いますし、自分の武器を生かすためにも、そういう味方を使うプレーだったり、自分でやりきるプレーだったりっていうのをしっかりと混ぜながら、相手と見ながらプレーしたいと思います。2対1、3対2の状況で、一旦今までやったら多分ドリブルで突っ込んでいってたんですけど、一旦味方を使うことで自分が空くっていうのを、それはコウ君から教わったことでもありますし、それを体現したというか表現できたプレーだったんで、ああいう反転シュートも今までだったらゴールマウスまで届かなかったかもしれませんし、そういう体幹のバランスだったりっていうのも安定してたし、今までの準備が重なって出たゴールかなと思います。
正直あの時はもうもらったって思いましたし、自分の中で決めきれる自信はあったし、まあ、外して、まあ、頭真っ白になった後いろいろ考えたんですけど、言い訳はできないですけど、本当にあれが実力やなって、そんなうまくいかんもんなんやなっていうすごく感じましたし、やっぱりサッカーってそんな簡単じゃないし、ましてやプロの世界でこんだけ大事な場面で大事なシーンに顔を出して、まあ数ヶ月前やったらもう考えられなかった情景だったんで、まあ悔しさもあったし成長できたなっていう思いもありました、ね、このチームのために自分の力を 100% 還元したいなっていうのはすごく思うようになりましたし、その中でガンバ戦で、まあ、いいパフォーマンス出せなくて、まあ、ああいう形で悔しい結果になってしまったことは非常に責任を感じてるし、本当に自分の実力不足だなと思います、まあ、いろんなものを吸収して本当にみんな、まあ、本当に今の自分とは考えられないぐらいの実力をつけたいなと思っております。そうですね、ボール持って前向いたらめちゃくちゃ自信ありますし、正直そういう世界のプレイヤーとかでも仕掛けたいっていう思いはすごくありますし、だからそれ口で言っても正直あんまり変わるもんじゃないし、プレーで表現しないとっていうのは自分も分かってるんで、本当に練習からどんどん自分のプレーを出して試合にどんどん出ていけるようにしたいですね。一瞬外してからのスピードがすごく今年は上がったと思いますし、まあ、そこにボールタッチがついてきてるのは今までのそういうボールタッチの技術練習だったりっていうのの積み重ねだと思いますし、トップスピードでボールタッチが乱れないのが自分の武器でもあると思うし、そういうところをもっと出しながら、まあ、自分の切り返しだったりっていうのをうまく使って、ゴール前は本当に怖い選手になっていきたいと思います。そうですね、来シーズンはまずはもっと長い時間出れるようにアピールして、まあ、それはシーズン最初から最後までやっぱりフルタイムで出たいですし、その中でやっぱりゴールとかアシストだったりっていう目に見える結果っていうのはすごくサッカー選手として重要なことだと思いますし、やっぱり点自分が決めてみんなで喜ぶのがサッカーの醍醐味だと思いますし、やっぱりサポーターのところに行ってみんなで喜んだあのシーンは今でも覚えてますし、思い出せるぐらいに印象深く残ってるんで、ああやって点取ってみんなでお祭り騒ぎじゃないですけど、もうみんな本当に驚かすようなゴールだったり、まあ喜ぶ歓喜の瞬間をみんなで共有できたらなと思います。